こんにちは。今回はバチカゲインズさんとコラボさせていただきました。おお、よくお前みたいなやつとコラボしてくれたな。いや、言い過ぎじゃない？言い過ぎじゃないと思うぜ。ひどいこと言うな。これだからバナナはもう一回死にたいか？死にたくないです。すいませんでした。てなわけでやっていきましょう。最初は宝戦争か。 VC も何も繋いでないので連携が全く取れないよ。チャットは無理なのか？パーティーチャットで繋ごうと思ったけどやり方わからんから無理でした。 Google 使えよ。その手があったか。アホなの？君、解決方法知ってる人助けて。だから Google 使えって。とりあえず宝を守ります。話を取らさなよ。なんか言った？いや、なんで聞こえてんだよ。あ、マリサ？すいませんでした。まあいいや、実況に集中しないとね。
なんだったんだよこれ。尺稼ぎ。これでよし。なんてことをするんだ。いや、なんで生きてるんだよ。私の残機は残り98よ。おう、そうか、あと98回死のうか。やめてください。わかったようだ。マリサの方が何十倍もヤバいじゃないの。何回だ。いえいえ、何も言っていません。そうか、あぶねえな。また何回だ。何も言ってない、何も言ってない、何も言ってない。もう一回言ったらわかるよな。わかりました、わかりました、わかりました。へっへっへ、粛清完了だぜ。いくらなんでもやりすぎよ。いや、逆ギレ。言っとくが、全部霊夢が悪いんだぞ。くそ、何も言い返せない。いや、言い返さなくていいから実況しろや。ちなみにこの試合は負けたのでカット。てなわけで、おい、ネタバレすんじゃ。尺が長いから早く終わらせろ。あの、僕の出番は今からだよ。てなわけでよろしく。あ、はい、わかりました。というわけで私たちはこれで。わかった、あとは任せな。と言っても実況することがない。それはそう。戦闘シーンまでカット。逃げろ。どうした。ごめん、絶対死んだ。殴れば落とせてたのに。まあいいや、立ち直せるからいいんじゃない。まあ、羊毛だけは全部使ってやったからね。ただのゲスプレイ。まあ、やってることはそうかな。認めるんかい。敵来てないよね。ネームタグ見えてないから大丈夫っしょ。それじゃ金を取りますか。取り合いが始まった。金をよこせー。絶対にどかんぞ。こうなったら奪うだけだ。そう言って奪えないのが現実。おとなしく金ザボになるまで待ちます。その方がいいよ。なんか速度遅くない？だってアップグレードしてないもん。なんでアップグレードしてないのかが謎すぎるんだけど。ダイヤ取りに行くのだるいからね。しょうがないね。ていうか尺が長すぎる。メタイゾー、カットしますか。うわ、敵だ。はめるの気持ちいい。逃げるなぁ。おらぁ。イエース。ダイヤ剣ゲット。攻めてるの？いや、敵倒しただけ。攻めちゃえ。じゃあ攻める。攻めるまでカット。エンドストーンで固めてんじゃん。いける？斧でエンドストーン壊す。わらわら。じゃあ行ってきます。やばいって、落ちたって。頑張れー。あれ？バレてない？バレてないなら壊しちゃえ。壊します。やったー。さすがにバレたね。頑張って拠点に帰らねば。外で待ち伏せしてんじゃねえか。どうすっかなー。もう捨てに覚悟で倒しちゃえば？それがいいね。じゃあやれ。オーケー。掘った先もエンドストーン。これでれなくない？知らんがな。終わった。お、1マスだけ空いてた。逃走するぞ。敵どこ行った？知らね。画面右側にいたのに気づいたのは編集の時である。メタイ、これはメタイ。敵見つけるまでカット。そっち行った。オーケー、倒しとく。よっしゃー、グッドゲーム。今回の動画はここまでです。改めてコラボさせてもらったバチカゲインズさん、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。